はい、皆さんこんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。さてさて、前回ね、こちらボスイベントのこれ、モッドバトルですね。ボス専用のモッドバトルのようなものって言ってましたが、これね、なんかロックされてて、まあできないし、この究極の反発とか、こういうボスイベントをクリアしても、ここのゲージが増えないって言ってましたよね。でもそれは、こちらの普通のイベントをクリアすると、ゲージが増えますよということで、リスナーさんに、教えていただきました。はい。ありがとうございます。ということで、こんな感じでね、いざ戦いの時ということで、これが解放できたので、早速ね、これをやっていきたいと思います。はい。報酬はなんかそんな大したものはないんですが、入ってみるとね、はい、こんな感じなんですね。すごいですね。なんかもう、ボスだけの、なんかチームってすんごい威圧感、貫禄というか、なんかすごいですよね。はい。で、バルキリー77が先頭にいて、オメガ09がなんと2匹もいるということなんで、まずはジャガム32。ね、こいつで、まあなんとか、バルキリー77。まあ、これ、交代してくるのかちょっとわかんないんですけど、交代できんのかな？わからないんですけど、まあ、全てがわからないね、まだね。で、オメガ09ということなんで、もちろんサラマンダー16ですよね。はい。で、サラマンダー16は1匹しかいないので、オメガ09をもう1匹追加という感じでね、こんな感じでいきたいと思います。ジャガード32が攻撃力 1.5 倍になる、パワームーブですね。サラマンダー16が、防御力が24アップして、さらに、防御のポイントが勝手に2個、加算されるという感じですね。で、オメガ09が、なんだっけ、復活ですね。復活する。25% の体力で復活できる。1回だけみたいな感じでしたね。はい。では早速行ってみましょうか。このボスバトル。さあ、どんな感じ？おー。で、これで 20% ということで。これを貯めると、タップして貯めると使えるようになるんですね。うん。ポイントが、おっと、恐竜交代してきた。おお。オメガ09、なぜか声がないけど。いやいやいや、痛い痛い。で、おお、60%。じゃあ、こっちも交代しましょうか。サラマンダー16、おお。かっこいいね、サラマンダー16。あ、パーセンテージを引き継がれるんですね。次のキャラクターにも。うん。はい、100% になりました。ということで、これを使ってみると。おー。おー。防御強化。さらに攻撃できるのか、この上から。おー。ドン。防御力 24% アップ。これは何ターン続くとかあるのかな？さあ、どうなんだ ?3。あ、一回使ったらまたリセットされるのかな。でも、効果は適用されてますよね。効果は適用されてるんで、これ重複するってことかな。ちょっと貯めてみよう。あれ？何回でもタップできる。あー、ポイント分だけタップできるみたいですね。ポイント分だけタップできる。はい。お、発動しやがったぞ。何か、パワームーブ。毎ターン、確か、2ポイント加算だったかな。
おーっと、サラマンダー15がやられてしまった。ジャーマン32。さあ、これ。こっちも発動だ。攻撃力 1.5 倍、こいつは。おー。攻撃力 1.5 倍になっちゃった。強え。めっちゃ強。めっちゃ強。おりゃ。おお、これバードはなんかボスの鳴き声がないですね。交代した時の。おお、対戦相手 OK ということで。6アタック。おお。おお。声がない。で、これは、もう、倒せちゃうな。普通に。はい。もう倒しちゃいましょうか。それとも、あえて復活を見るか。でも、あえて、なんか、溜まってそう、普通に発動してきそうなので、もう倒しちゃいましょうか。はい。これは？ああ、復活しないね。おお。はい。やりました。いずれかの生物かける3ということでね。まだもう一回。わー、サラマンダー16が2匹もいる。これは困ったな。オメガ09。そして、翼竜のサラマンダーじゃなくてバルキリーですね。バルキリー。で、同じサラマンダー16を当てていくという感じですね。おお。いやー、これは楽しいな、本当に。さあ、オメガ09の復活をちょっと見たいっていう感じですが、いけるかな？おお、サラマンダー16かっこいい。1からの何も来なかったんで。はい。おお。いつ発動されるかわからないっていう、なんか緊張感がいいですね。なんか。うん。さあ。オメガ09の復活が発動。よーし、復活。よし、これで。サラマンダー16を仕留めた1匹目。さあ、これで、やられても、復活できるということだな。復活できると。お、さあ、どうだ？復活。発動したわ。あ、そういうことなの？なんか、普通にバターンって倒れて、ガーってボスイベントのボスみたいにさ、復活するかと思ったら、サバイバルと同じみたいな感じですよね。サバイバルと同じ。全く、復活シーンがないっていう。ちょっと味気ないな、これは。ちょっと味気ないですね。まあでもまあ、サバイバルと同じ効果が得られるっていうのは、まあでかいと思いますね。さあ。100%、おー、発動してくる。攻撃力 1.5 倍。わー、ゴーアタック。おー。バルキリー77はフリー属性なんで。まあまあ、貯めて、サラマンダー16のね、マックスアタックで。おー、チャージアップ。ターン開始。いやー、チャージアップとか怖いね。よし、何もしてこなかったんで。サラマンダー16で普通に、マックスアタックでやっちゃおうと思います。さあ。おー。バチン。さあ、やっ
ったぜ。いやー、かっこいいね。イベントクリア。まあ、大した報酬はないんですけどね。いやー、なんかすごい斬新で、斬新というか、なんかすごい、やったことがない。あ、まだできるんだ、これ。まあそんな感じで、戦場制圧というイベントもね、こっちは、こう、報酬がちょっと豪華っていう感じですね。ボス専用のモッドバトルみたいな感じで、まあ結構新鮮に楽しめましたね。はい。非常に楽しいし、かっこいいしね。はい。そんな感じでございました。で、まあ特にニュースはね、なんか、このランフォリンクス。これがまた、なんかアンロックの、なんかトーナメントかな?イベントかな?わかんないけど。それぐらいで。あとはまあなんかボスがまた、メガロドンのボスですね。はい。こいつまだ来るということで。またまあやってみようかな、来たらね。はい。いやー、ボスイベントね、楽しかったですね。ボスでのモッドバトル。非常に楽しいですね。いやー、結構ね、今までは防御でポイント攻撃の3つしかボタンなかったですけど、4つ目のボタンがあるっていうのはね、ほんと新鮮です。それが溜まったら発動、超必殺技発動みたいなね、感じがね、結構気持ちいいので、ぜひぜひやってみてください。はい。という感じで今回この辺で終了したと思います。またね。